全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、2番フォーマンエーマス、この馬が行きました。2番手14番セッド、10番スカーレットキング好位をキープ、18番レッフーザ好位をキープ、1番人気6番セラビマセロ、この位置からの競馬。各馬第1コーナーをカーブしていきます。外から13番ミレニアムマシリカ、3馬身相手17番ソダシ、3馬身相手7番ゴールドレイ、4番ゴッドルーシー真ん中あたりにつけています。1馬身相手3番ストロングブリ、その外8番夢目フェアリー、2コーナーを抜けて向こう正面。1馬身相手12番ミニーサタン、その内9番ヒューキコマチ、外を抑えて16番アナダヨネズコ。 1000m の通過タイムは59秒4、内を抑えて11番山のチョッパー、これを見るように内側1番ソードクルーズ、後ろに5番シングルオレンジ、最後方は15番ロッカ。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってセフィド、後ろに18番レッグーザ、10番スカーレットキング好位をキープ。各馬大欅の向こうを通過、内を抑えて2番フォーマンエーマス、これを見るように外側13番ミレニアムマシリカ、1番人気6番セラビマセロ、この位置。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線勝負、3頭が先頭を争っている。残り400を切ってスカーレットキング、その後からセフィド、スカーレットキング先頭を迫る、セフィド、レッグーザ3番手から先頭を狙う。ここで先頭が変わった。残り200を切った。レッグーザ頑張っている。フォーマンエーマス迫ってくる、迫る、フォーマンエーマス、レッグーザ押し切ってゴール。勝ったのはレッグーザ、鞍上は古川奈穂騎手。レッグーザブリーダーズカップを制しました。2着フォーマンエーマス、3着ミレニアムマシリカ。